大見町市場ぶらり旅。後でしょ、これ後で払うんでしょ。2022年お盆に来ました。あ、1000円だ。はい、大見町市場に来ました。金沢県の代表する、市場。場内マップ、今日は鮮魚通りの方から入っていきます。よし、ここは結構でっかいからね、持っていきます。鮮魚通り、いいね、いいですね。金沢の市場巡りです。市場内のお店一覧です。なんかいろいろね、今日ここはお店いっぱいあるので、ちょっと見ていきたいと思います。いいね、いいね、なんかあるんだろうね。とにかく回ってみましょう。唐揚げがある、まあ、まず見て歩こう。いや、すごいな、いいな、いいね、これいいな、これもいいな、海鮮もんがあるな、いろいろ美味しそうなお店ばかりでもな、行くよ、違うところ、まだいっぱいあるから、握り寿司がある、美味しそう。お寿司だな、お寿司だ。あ、まだまだ、いい匂いだね。あ、すごい、これいいな、すげえ、焼き焼き、あーっと焼き割り、あー、いいね、焼き割り、焼き割り、あー、子供の頃のノリだ、懐かしいお味、ちょっと怒られる。え、何何、あー、のどぐろの一夜ごいいのあるかも、あいいね。いや、まず見て歩くよ、うん、M 座の方行ってみるんだ、うん、あ、カニがある、カニカニカニ、カニがいっぱいありますね。味見って何だよ、バカじゃない、カニ売ってるとこでカニの味見なんてできるわけねえだろう、おかしな客がやるもんね。ああ、いいね、おいしいもんいっぱいあるな。うわ、牡蠣がある、岩牡蠣。え、あ、いいね、こっち行ってみよう。すげえ、あっち
まあちょこ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 つまみながら食べるのでいいんだよ。ほらこうやって売ってっからね。こうやってね。かきごぼうだよ。いいな、美味しそうだな、これ美味しそう、美味しそう、食べたい、あ、これ涼しいやつ、美味しそうだね、結構。あ、美味しそう。あ、落ちましたよ。あ、すいません。市場寿司な、新店だ。一姫神社社内。こっち行ってみよう。これが人気なんだって。これが人気なんだって。市場寿司。回る市場寿司新店でご飯を後で食べました。うん、とりあえずブラブラしてみます。ちょっと裏路地入ります。100万石うどんです。ちょっと待って、空見ました。うん。これはちょっと映画だな。あ？あ、あるの？あ、行ってこいよ。こういうの買って食ってもいいけど。あ、いいよな。美味しそうだよ。美味しそうだよ。ね、俺あれ買おうかなと思ってさ。カニのあれがあったからさ。カニが目当てなんですね。うん、便所どこ？便所あっちじゃん。あ、カニのふりかけあった。なるほど。このまましばらくご覧ください。もうちょっとこっちいろいろ回ろう。
よっしゃ、ここら辺でどっかで美味しいもの食べよう食べよう食べよう、よっしゃ食べよう。さあ、また戻ってまいりました。はい、また戻ってまいりました。何食べたな、何食べたな。なかなか決まりませんね。おう、分かったよ。プネラク三昧。これ食べちゃうか、これ食べっか。あんたさっきのとこがいい、さっきのとこがいいな。あそこがいいな、あそこがいいな。結局戻り市場寿司さんに向かいます。右は大口水産さんです。土産物や海産物が豊富です。タチの方です。ヤギ、おいしそう。ごます、こっちもあるよ。いや、こっちもある。ほら、うわ、並んでるな、やっぱ。あっちで食う？こっちにする？じゃあそっち行こう。はい、はい、新鮮なフルーツもあるでよ。お道をど真ん中、2階にもあるじゃん。2階あるんだよ。大道をど真ん中。うん、ここら辺で食べれんな、なんかな、ちょこちょこっと。うわ、なんかここ良さそう。じゃあここ良さそう。まあいいや、早く行け。ほら、笑い、早く行かないと。さっき言ったとこどこだっけ。あそこか。うん、いや、ここら辺も美味しそうだな。店狭そう。食べるところ探すのに迷います。朝は何、中に入らないで、こういう食べ歩きがいいの。これは食べ歩きたいんだよ、心の声。このままダメだ。イライラしてきた。何？あ、ごめんなさい。あ、すいません。エビさんって。
並べ並べ。並んでろ、ちょっと。ちょっと握りはやっぱ有名だね、うん、種類行ってみていっぱいあるんだよね、美味しいところは。うちの女は分かんないんだよね、美味しいところが。いっぱいあるじゃん。あ？まだ呼ばれねえで大丈夫だべよ。もうすでに並んでいる、素早い。ああよ、まあいいよ、女の注文がどうだったら。お客さんかな。よっしゃ。なんで今日明日帰るのかこの場で何する？
さてじゃあ行きます。寿司屋さん行きます。あんまりにもうるさいんでちょっと行ってきます。いろんなね、まだね、食べるとこいっぱいあるんだよ。なのにね、ここがいい、ここがいいってうるさいんだよね、本当に本当に。もう有名店しか知らない人だから、本当にダメだよね。いろんなもんいっぱいあるんだからさ。あれ、ここか。ああ、ここだ、ここだ、ここでいいんだ。これ食べるとこもうちょっと食べないとな。もう美味しそうだけどな。ちょっとでも食べれるようなやつがあればいいんだけど。美味しそう。うわ、これ、よかったな。うわ、美味しそうだな、のどごろ美味しそうだな。あ、これか。ごちそうさまでした。おお、岩垣美味しそう。やっぱ岩垣は同じ値段なんだな、みんなな。700いくらなんだな。あ、ここ同じだべ。あ、これだ、ほら、のどぐろの塩焼き。ああ、そうそう、それが売り切りだった。なあ、これ食いたかったな。岩垣食うか。あ、でもでっかいよ、そう。1000円。1000円でも結構美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。そう、うん、あっちだ、あっち。あれ、竹、あ、いたいたいた。お、パインがあったよ、果物。ここでメロンをいただきます。メロン食べよう。お、パイン食べよう。100円とかねえだろ。メロンがあるよ、メロン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 。ちょっとお前金出せ、ちょっと俺これ出すの何にせよ。メロンとお前カットパイン食べよう。俺メロン食べるね、メロン。メロン。いくら？メロン250円。カッパイン200円。お前、桃食えば桃。どれ？うん、俺はメロン、メロン食べる。メロン、メロン1個？うん。やっぱりパイン入ってる。パイン入ってる。あ、いいよ、いいよ、いいよ。うん。何？これも？じゃあ、お前これ食べる。これ？そう、俺これ。じゃあどうしようかな。じゃあこれと梨か。これとこれにしよう。梨か。お前選べ。メロン、メロンでーす。よし、どっかで食べるかい。はい、どうもね。はい。買ったよ、メロン。メロン、どっか行くぐらい。わあ、美味しそうだな。さっきのカニどこやったっけな。カニ、カニどこやったっけな。カニ、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 カニ。わあ、たて美味しそう、たて美味しそう。いや、岩ガニはいいや。さっきのカニどこやったっけな。カニどこだったっけな。こっちかな。どっかにカニあったんだよ。まあいいや、探すべ。あれ、カニどこだっけな。カニどっかにあったんだよな。カニ、ちょっとここでいろんなもん買っていくべ。そう、さっきのところ、さっきのところまだ行かねえけどさ、カニの釜飯の元とかあるんだ。美味しそうだな。ちょっとお土産買っていくか。お土産買っていくか。
まあとりあえずなんか食おうぜ。あっちあそこ座れっからさ、座ってなんか食べよう。ラッキーマヨネーズね、大網の大網のラッキーマヨネーズ。写真と音楽でお楽しみください。ここで食べるか。メニュー、近江町市場寿司。うちの奥さんはこれをいただきました。私はこれをいただきました。握りをいただきました。うなぎのかば焼き。カニ丼食いたい。うなぎは次回食べる。美味しそうな魚介類ですね。甘エビ。カニカニカニ。カニカニカニ。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。